タイム。タイムは1923年に創刊したアメリカ合衆国のニュース雑誌。世界初のニュース雑誌としても知られている。2018年1月に発行会社であるタイム社がメレディスに買収、吸収されて、以降は前日のメレディスが同志を発行している。政治、経済、最先端科学、エンターテイメントなど、あらゆる情報を網羅している。 2006年中頃から現在まで、リチャード・ステンゲルが、編集長を務めている。ヨーロッパ版、タイムヨーロッパ、以前は、タイムアトランティックとして知られていたが、ロンドンで発表され、2003年以降、中東、アフリカ、ラテンアメリカもカバーしている。一方、アジア版、タイムアジアは、香港に拠点を置く。2009年現在、タイムは、 カナダの広告出版を発表していない。南太平洋版、タイムサウスパシフィックは、シドニーに拠点を置きオーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島で発売されている。日本国内で流通しているのは主にアジア版であり、日本語版は発行されていない。ただし、日本語によるアジア版の定期購読サイトがある。とによって1923年に創刊。 アメリカにおける初の週刊ニュース雑誌であった。ハッテントリュースは、以前にも、エールデイリーニュースにおいて、議長と編集幹部を務めたことがある。当初は第5を、ファクツとする考えもあったが、結局、タイムとなり、1923年3月3日に、初号が発売された。この時表紙を飾ったのは、46年間米会院議員を務め、 創刊号発売日当日に引退した共和党の政治家。この第1号は創刊15周年記念の際に1938年2月28日号で複製による再販もされた。1989年にはタイム社とワーナーコミュニケーションズが合併しタイムワーナーとなった。2001年にはタイムワーナーと AOL が合併し AOL ワーナーとなる。 2003年に再びタイムワーナーへ改名。2007年には月曜日の会費、新聞紙上創室から金曜日に発売が移行され、土曜日に雑誌が読者に届けられる、1923年の創刊時も金曜日の出版だった。2007年前半、年の最初の方は発売が1週間遅れた。この改革に伴い、タイム社では49人の従業員削減を、 行っている。2009年には、広い読者層を狙った、新雑誌、マインを発行。しかし、あまりにもその焦点が広すぎると批判され、否定的な反応を受けた。2014年6月6日には、タイムワーナーを分離、売却。2017年11月、コーク兄弟。 ォークエクイティデベロップメントからの支援を受けるメレディスがスピンオフしたタイム車を28億ドルで買収することで合意。買収は2018年1月31日に完了しタイム車は吸収され消滅した。2008年末には60年以上続いたカナダ版の発行を中止した。1936年にウルコット・ギブズによってザニューカーでパロディ化された。 1970年代中頃までタイムはセレクションした重要な映画、脚本、ミュージカル、テレビ番組と文学的なベストセラーなどに要約や,や批評を行うリストというザニューヨーカーのカレンとイベンツのようなコーナーがあったタイムの表紙は赤い縁取りが特徴であるこの体制は相関号から一貫して変わらないものの例外として以下の二つのケースがある 2007年には大幅な紙面リニューアルを行う。これは赤いヘリトリを減らして、コラムタイトルを大きくし、特集記事の数を減らして、記事の周囲の余白を増やし、意見部分に作家の写真を加えるというものであった。この変化は賛否両論となった。2007年9月10日にインドネシアの最高裁判所は、 ジャカルタ地方裁判所と控訴院の判断を覆し、インドネシアのスハルト元大統領に対するタイムアジアの名誉毀損を認定、損害賠償1兆ルピアの支払いを命じた。訴えの対象となったのは、スハルトが270億米ドル以上、320億ドルの金を海外に移したとする記事であった。タイムはその年で最も活躍した人を決定するもの。 その年のニュースに最も影響を与えた個人または団体が選ばれる。受け取り人が必ずしも個人または人間であるとは限らない。例えば1983年1月3日にコンピュータがマシーンオブザイヤーと認められた。1989年には危険にさらされた地球がプラネットオブザイヤーと名付けられた。1999年には アルバート・アインシュタインがパーソン・オブ・ザ・センチュリーに選ばれた。時折、権威のかかった独裁者や主戦論者が選ばれるため、論争となる。良かれ悪かれ、その年のニュースで最も話題をさらった人物が選ばれると思われる。それが、必ずしも名誉、または報酬であるとは限らない。過去に、アドルフ・ヒトラーとヨシフ・スターリンのような人物も、マン・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。 フィリピンで民主主義を回復させ、スピーチをアメリカの連邦議会に印象付けたコラソン・アキノは、ウーマン・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。2006年のパーソンは、言う、あなたが選ばれたが、概念が創造的であると考える人がいた一方、その年の実在の人物を望んだ人もいた。また、ベネズエラのウゴ・チャベス大統領であると述べた人もいる。2009年は、 バラック・オバマが選ばれ、自伝はサラ・ペイリンであった。タイムは近年、その年で最も有力な100人のリストを発表し始めた。当初は20世紀の最も有力な100人のリストを作成した。リストが発表される号のフロントカバーは、リストアップされた人だの写真が載り、特集として、リストアップされた人々の各々の記事が掲載される。この記事は、 雑誌の相当なページ数を占める。場合によっては100人以上がリストアップされるが、その際は2人一緒のリストを作成し、一つの記事で共有する。若いリポーターによって書かれるタイムフォーキッズ以下 TFK は特に子供向けに発売され、主に教室に置かれる分割紙である。TFK は大衆文化に関するニュースと若干の国内ニュース。 今週の漫画などいろいろな記事がある。一年の環境に関する号は、アメリカの学期末近くに発売される。ページ数はカバーと、裏表紙を合わせても15ページを超えることが、滅多にない。多くの図書館に置かれる。パーソン・オブ・ザ・イヤーに限らず、アメリカの政治家、実業家、ジャーナリストなどは、タイム誌の表紙に載ったか否かを一つの格付けの目安、と申している。 タイムはあくまでもアメリカの雑誌であり、その視点はアメリカを中心としている。それでもアメリカの国策や外交、経済や文化などに大きな影響を及ぼす海外の話題や人物が特集される子はたびたび見られる。1923年の創刊以来、このタイム誌の表紙には日本人が39回取り上げられている。戦前、戦中はそれなりに多かったが、戦後は 極めて稀になった。さらに、昭和天皇が6回、この絵ふみまろと、与内三政森田秋夫が各2回乗っており、また、アジア系の高知農事や、広島の被爆者といった人々を代表する不特定の人物として掲載されたものが2例ある子から、実際にカバーパーソン2として、表紙に取り上げられた、日本人は29名を数えるのみとなっている。以下、合否付けは、 各号の表紙、その下のタイトルは、カバーパーソンを特集した記事へのリンク。肩書きは選出された、当時の代表的なものを挙げた。厳密には日本、人ではないが、1999年11月22日号、ベワレ・オブ・ザ・ポケマニアでは、日本発祥のキャラクターである、ポケモンが表紙を飾った。なお、アジア版の発刊以後、 日本人表紙への文庫はそちらで解放されている傾向がある。しかし、アジア版においても日本人が表紙を飾る機会は稀で、ある。以下に例を挙げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。